この世界には、数年に一度、月が地に染まる夜が存在する。その夜になると、モンスターたちは凶暴化、そして新たなるモンスターも出現。ブラッドムーンで姿を変えるものも存在する。ということで、スヌシさん。いや、どういうこと？ということで今回の企画は、ブラッドムーンの夜を生き延びろ。数日後に、滅多に起きない謎の超常現象、月が地の色に染まる、ブラッドムーンが発生します。その夜は非常に危険で、ブラッドムーンで姿を変える者もいます。それが主さんなんですけどね。突然そういう生物になったのね私。でも見た目は普通の狼だよ。今回は普通の狼に変身してサバイバルではないんだ。ってなんだこれ。今回は、狼専用の技もあります。この狼の牙は、レベルアップができるので、ブラッドムーンが起こる夜までに自分の力をつけて、ブラッドムーンの夜を生き延びなれるようにしましょう。なるほど、その現象が起きるまでに自分を強くしておこうってことか。それにしても気になるのは、私の姿が変わるということ。ブラッドムーンになったら一体どんな姿になるんだ？とりあえず、まずは自分の強化だな。専用攻撃である狼の牙が使えるものの、HP は普通の狼なのでそこは気をつけてくださいね。そうなんだよね、HP がいつもより圧倒的に低いんだよ。いつもの HP がハート10個分で、狼に変身するとハートが4個しかない。HP が低いっていうデメリットはありますけど、その分メリットもありますよ。例えば、1マスの高さでも入れるようになるとか。それは敵の攻撃から逃げやすくなるからいいね。その分視界が低くなるからちょっと見にくいけどね。それでサペル君、今私が使える技、狼の牙のレベルを上げるにはどうしたらいいの？レベル上げは2回行えて、1回目は、ゾンビ肉、骨、糸、火薬でできます。よく出てくる敵モブを倒せば素材は集まりそうだ。そして次は、鉄、金インゴット、エメラルド、ダイヤですね。次のレベルアップは鉱石系か。となると、素材集めは洞窟探検が良さそうだね。そうですね。どちらのレベルアップもそこまで素材集めは難しくないです。ブラッドムーンの夜までの時間は限られているので、早めに素材集めをしましょう主さん。あと作業風景がシュールです主さん。そう？私はいつもと同じようにマイクラしてるつもりなんだけど、やっぱりそこから見ると全然違う？いやいや全然違いますよ。狼が石を噛み砕いているように見えます。それめちゃくちゃ強そうじゃん。実際は噛み砕かずに、ツルハシで回収してるんだけどね。ドワオーン。やばいやばい、砂利に埋もれそうなんだけど。背が低い分、上から来る砂利のダメージは受けやすいので注意ですね。高さにマス掘らなくていいからブランチマイニングは楽そう。おし、金の原石もゲット。あとは、ダイヤモンドとエメラルドですね。ダイヤモンドも近くにありました。あとはエメラルドだけど、ここは、山岳バイオームの地下じゃないから、地下にエメラルドは埋まってなさそうだね。村人と取引するのが早そうです。あれ、このちょっと出てるのってアメジストの部屋じゃないの？本当ですね。今回は特にアメジスト必要ないですけど、見れるとテンション上がりますよね。ドワーせっかくアメジストの部屋に入ろうとしてたのに、スケルトンがいなくなったらアメジストの部屋に入りたいんだけど。スケルトンアメジストの部屋に入っていきましたよ。え？でもなんとかアメジストの部屋に入りたいから、アメジスト周囲にいるスケルトンを倒す。主さん、狼になっても盾を使って攻撃しています。狼騎士のセブンです。よろしくお願いします。おー。やっぱりアメジストの部屋は綺麗だね。狼がアメジストの部屋に入る貴重なシーンですね。確かに、普通の狼は絶対この部屋に来ないもんね。なんか雲がでっかく感じるんだけど。雲とほぼ一緒の視界の高さになっていますからね。おし、糸をドロップしたね。あとはゾンビ肉と火薬。クリーパーさん今回は爆発 NG で。ノワーン爆発 NG って言ったのに。なんか爆発させずに倒すの難しくなってない。スピードは普通のマインクラフターの時と変わらないはずなんですけどね。よし、今度こそうまく倒すぞ。とにかく攻撃したらすぐにバックすれば大丈夫。ということで倒せました。火薬もゲットできてよかったですね。そしてゾンビも倒して、これで狼の牙をレベルアップできる。レベルアップ。狼の牙がレベル2にアップしました。これにより、攻撃力とスピードがアップします。攻撃力以外にもステータスが上昇するのいいね。おし、次は鉱石を使ってレベルアップだ。あとはエメラルドだけだし、すぐにレベルアップできそうだな。
ということで、エメラルドをゲットするために村に来ました。っていうか思ったんだけど、私狼の姿だけど、村人さん取引してくれるかな？そこにいる農家さんに話しかけてみましょう。おお、狼の私とも取引してくれるみたい。しかも小麦とエメラルド取引してくれるならあっという間じゃん。周りにたくさんある俵を回収して、小麦に解体して村人と取引すればオッケー。もうレベル3に上がるけど、レベル2で戦うことがなかったですけど、問題ないです主さん、レベルアップしましょう。エメラルドをもらったお礼と言ってはなんだけど、ブラッドムーンの夜は、この村を守るよ。ブラッドムーンの夜は相当危険らしいですからね。ゴーレムがいるとはいえ、さすがに一体じゃ厳しいかもしれないです。それぐらいブラッドムーンはヤバいってことなのか？最悪な事態を避けるためにも、しっかり村を守らないとな。しかし時間がないので、最低限フェンスで囲っておきましょう主さん。そうだね、それが一番村を簡単に守れるからいいね。そしたらフェンスで村を囲っていく。もし、松明で村の中も明るくして、これで村の中に敵モブが出てくることも防げそうだ。そして狼の牙もレベルアップです。おお、移動速度と攻撃力のエフェクトがレベル3に上がって、再生能力もつくようになった。これだけ強化できれば、ブラッドムーンの夜も生き残れそうです。これで準備は完了した。さあ、ブラッドムーンの夜を生き残るぞ。情報によると、今日がブラッドムーンの夜のようです。どうですか主さん、何か変化はありましたか？いや、今のところ特に見た目に変化はないけど、なんだろう、このパワーがみなぎってくる感じ。ドアオーン。ノー、ブラッドムーンの夜が始まってしまいました。なんだこの姿は一体どうなってるんだ？これが狼のブラッドムーンの姿ですよ。こんなにまで姿が変化するものなのか。っていうか待って、いつもと違うモンスターが来て、うわー、出てきたー。って今の私とほとんど同じ姿じゃないか。しかし主さんを敵認識していますね。私を偽物だと見破った？それとも、同じ姿であっても敵対してくるのか？あのモンスターも、ブラッドムーンの力で姿が変わった狼なのでしょうか。っていうか待って、透明化できるのかよ。姿は見えなくなりますが、オーラまでは消えていないですね。なんとか位置は把握できそうだけど、攻撃手段が多彩だなこのモンスター。攻撃手段といえば主さん、ブラッドムーンの姿になったことで専用技がもう一つ使えます。雷撃の周りに雷がたくさん落ちた。ブラッドムーンの力でこんな技も使えるようになったのか。雷撃は強力な攻撃ですが、まだあのモンスターは倒せていませんね。耐久力はやっぱり他の敵モブに比べて高いみたいだね。っていうか私も変身して HP 大幅に上がったし。惜しい、モンスター倒した。しかし主さん、今のモンスターを倒したら終わりというわけではないです。そうなんだよね、この戦闘は夜が明けるまで続く。まだ赤い月は全然落ちそうにないな。ひたすら戦い続けるほかないです。よっしゃ戦いまくってやろうじゃないか。っていうか敵モブめっちゃくちゃ多くないか。普通の夜の何倍も出てきてない？これもブラッドムーンの力ですね。普通の夜では考えられない数の敵モブが出てくるようになります。こんなにいたら夜も眠れないじゃん。村の湧き潰し結構入念にやっておいてよかったよこれ。ぬわー、雷撃ぬわ、さっき倒したモンスターがまた出てきた。この夜になるとどこからでも出てくるようになるのか。しかし、主さんのように雷撃が撃てるわけではないようです。続々性の攻撃をしてきてるよね。そうですね、今主さんが変身している姿のモンスターにも、どうやら種類があるようですね。続々性なら問題ない。私の再生能力で毒よりも早く回復できるから。村はどう？大丈夫か？とんでもない数のゾンビが出てきていますが、村に囲ったフェンスのおかげで、ゾンビの襲撃は起きてないですね。惜しい、あとは私が村の周りにいる敵モブを引きつけて、少し離れたところで雷撃を使って倒す。村をフェンスで囲った時ゴーレムさんも内側に入れたから、今回ゴーレムさん敵モブに攻撃できないじゃん。主さん一人で村周りの敵モブを撃墜しまくるしかないですね。のは、別のモンスターが出てきた。青い炎をまとった魔法使いか。村を危機にさらすような魔法も使ってくるかもしれないです。そうはさせないぞ青い炎の魔法使い。狼の牙。悪魔法使いの体力自体は全然高くないみたい。のはクリーパーフェンス破壊するところだった。なんなんだこの事態は。どこを渡しても敵モブが視界に入るんだけど。倒しても倒しても敵モブが無限に出てきます。いや、この世界でトラックタワー作ったらヤバいことになりそうだな。今から作ってみますか？いや、作ってるうちにブラッドムーン終わっちゃうでしょ。ヤバい、今度はモンスター同時に2体襲ってきた。雷撃いけー。
は。あ、姿が元に戻ってる。ブラッドムーンの夜が終わりました。生き残ることに成功しました。よかったー。敵モブの数とかとんでもなかったけど、雷撃のおかげで対応できたね。その雷撃で地形がすごいことになっちゃったけど。ということで、夜になると最強になれる狼でした。変身シリーズが好きな人は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いしますね。次に変身してほしいのを、ぜひコメントに書いてね。ところでペル君、私はどっちでしょうか？左です。なんでわかったの？